ブラウントラウトのキャッチ&イートに興味の終わりの皆さん、こんにちは。本日は約半年ぶりにブラウントラウト狙いで川に来ています。ただこの夏の度重なる雨のせいで非常に増水しております。下流から登ってきましたけれども、ほとんどどこも川に入りませんでした。胸ぐらいまで水位がありまして、いつもよりだいたい20センチぐらい水位が上がっております。ただ水温はまだまだ、まあ、秋の水温ですね、満夏というか、まだまだ全然問題なし。さあ釣れるでしょうか。当たり来てます。小さいな。はい、食い頃20弱グラム。いい食い方してますね。これは食べるんで手で触ります。まずは1匹目。同じサイズですね。ちょっとでかいか。これがこの本来の川の状況。これ二股になってるんですけど、こっちはもう完全に伏流みたいになっちゃって、釣りでは攻めようがないという。同じサイズ。
若干サイズアップですかね。また小さいあたり。うだ。小さいか。こうブラウンって一瞬こうランニング中はおしょろこまかと思うんですよね。小さいな。結構でかいかも。餌取られたかな。お、今日一っぽいですね。尺はあるかな。おー、いい引き、いい引き。よし。ザ・ブラウンって感じですね。ニジマスですね。あんまりこうニジマスいないですけどね。いりゃたぶんメスなんですね。ちょっと腹プニプニしてるんで、卵乗ってると。おそらくは来春。ウィザンじゃないですかね、きっと。はい、では本日釣り上げました、ブラウントラウトの泣き尺と食いごろの中に入っていました卵巣の即席酢醤油漬けであります。
残りの身は、まあ、本来の目的であります本格温燻燻製作りに回しますので、それまた後日ご紹介したいと思います。まあ、これも何度も食べてるんですけどね、まあ、通常はもうちょっと大きい、いいサイズが入ると、まあ、ちゃんと出汁と醤油、まあ、イクラを作るレシピで作った方が、まあ、美味しいんですけど、まあ、今回は小さいし、まあ、もう8時半を待ってるので、腹減ってるので、酢醤油で、ね、いただきたいと思います。まあ、仮にあの、エラのあたりとかに寄生虫がいた場合に、閉めてからしばらく、まあ、閉めてからというか、死んでからしばらくだったりすると、まあ、他の部位に移ったりする可能性もあると思うので、まあ、一応目視チェックして問題ないです。今まで、卵巣から寄生虫のようなものを見つけたことはないです。そもそも、渓流のトラウトから寄生虫を見つけたことは今、まあ、目視の限りですけどね、今のところないです。北海道で。まあ、ただ、私平気で食ってますけど、まあ、チャンネルの概要欄か何かにも書いたりおきましたけれども、まあ、これは、まあ、自己責任で、特に、トラウトは、公開する個体もいるので、そちらに関しては、アニサキスとか、そういう海の魚の寄生虫がついている可能性もありますので、食べる方は自己責任でお願いいたします。では、行ってみたいと思います。色は良くないんですね。酢入れると、タンパク質が白く凝固してしまうので、見た目は良くないですけど。じゃあ行ってみたいと思います。いただきます。うん、久々にこのブラウントラウトの持ち味を噛みしめました。うん、ブラウントラウト、まあいろいろこれまでの動画でも申し上げましたが、なんか独特のやっぱ持ち味があるんですよね。なかなかこう例えにくいですけど、そもそもがなんかこう香ばしい系なのかな、なんかこう鼻の方に抜けていくような独特な味わいがあるんですよね。それがこうちゃんと卵巣の状態でも味わえるという一貫性のあるブラウントラウトであります。じゃあこれを白米に乗せまして、色は良くないですが、行ってみたいと思います。見てるかな。うん。うん。コクがあってうまい。まあ、あれですね、コクについてはイクラと、まあ、サーモンの卵共通のコクがありますね。まあなんだかんだ言ってもこんなものがひょいっと釣れて腹裂けば手に入る北海道、すごいですね。まあ、本来これがイワナであれば一番いいんですけど、なかなか人間が進出してしまうとイワナがいなくなってしまうので、まあ、今は代わりに彼らがいると、まあ、ただ数が増えてすぎているので取って食べましょうということを引き続き推進していきたいと思います。うん、うまい。うん、なんか今回の
すごくフレッシュですね。癖よりもコクの方がある。うん。というわけで久しぶりのブラウントラウト狙いの餌釣り、なんとか成功いたしまして嬉しく思います。本日もご視聴ありがとうございました。